アウグストゥス神殿フォルム広場に面したアウグストゥス神殿と視聴者プーラのアウグストゥス神殿はクロアチア北西部のイストリア半島先端のプーラにある古代ローマ時代に作られた神殿。建物は古代ローマ時代のポーラの町の中心であったフォルムに面して建てられている。この神殿はローマ神とローマ帝国初代皇帝アウグストゥスを称えるために 全2年から14年の間に作られたと考えられている。神殿の建物は大きな内陣とホルムに面し正面に4本のコリント式の円柱を持つポルチコからなっている。この建物はローマ帝国初期の典型的な建築様式であり、また後期ギリシア文明の建築様式の影響も見られる。古代ローマ末期にキリスト教が国境化すると、 この神殿は教会に転換された。さらに時代が下ると、穀物貯蔵庫として使われ、19世紀になると、石像、石碑などの展示施設として使われるようになった。第二次世界大戦中の1944年、爆撃により崩壊したアウグストゥス神殿は、1945年から1947年にかけて再建され古代の石像。 石碑やブロンズ像を展示する施設となった。アウグストゥス神殿が建てられているホルム広場は、紀元前一世紀に町の行政の中心施設として整備されたもので、アウグストゥス神殿と並んで、現在の視聴者のある位置には、ユーピテル、ユーノおよびミネルーア神殿が建てられていた。神殿正面のアーキトレイブに刻まれた碑文は次の通りである。ありがとうございます。